小倉投手1巡目指名おめでとうございます。ありがとうございます。東京ヤクルトスワローズです。今の心境を教えてください。はい、チームと、そしてファンの方が、一体となっていて、すごく温かみのあるチームだなっていう印象があるので、早く、チームに溶け込んで、自分も活躍できるように頑張っていきたいなと思います。指名の瞬間からここまでほとんど笑顔はありませんでした。表情変わりませんでした。どんな心境でドラフトを会見を見てましたか。はい、正直、不安な、部分もたくさんあった中で、こうして指名をいただいて、ほっとしましたし、ここからが本当の勝負だと思うので、これから、気持ちを引き締めて、頑張っていきたいなと思います。セ・リーグの3球団が競合した形になりました。くじの瞬間はどんな心境でしたか。どこでも、どこに行っても、頑張っていこうというふうには、決めていたので、こうして縁があって東京ヤクルトスワローズさんに決まったわけなので、そこで活躍できるように精進していきたいなと思います。東京で生活をし東京で野球をやることになります。東京のイメージは何でしょう。自分自身住んでいるところがすごく田舎なので、都会に、都会の生活にも慣れていかないといけないかなって思います。神宮球場のイメージはありますか。はい、自分自身、神宮球場で、投げた経験というのもあるので、もう一度、あそこのマウンドに立てるように頑張っていきたいなと思います。いい印象はあるということですか。はい、あります。高校時代も数々の夢を叶えてきましたが、この喜びは誰に伝えたいですか。これまで、支えてくださった、方々に、伝えたいなと思います。今日は両親もこの会場にいらっしゃってますが、はい、メッセージはありますか。はい、まだまだ、この先お世話になることもあると思うんですけど、まずは、今日まで、自分の、世話をしてくれて、本当に、ありがとうございます。そして、これからもまたよろしくお願いします。今日一日朝起きて、そして今日は1限から6限までこなしたということを聞いてますが、今日一日の心の動きを教えてください。会場に入るまではいつも通りだったんですけど、ここに来てみて、少しずつ緊張感も高まってきて、そういう感じです。授業中は緊張しませんでしたか。いつもと変わりなく、授業を受けてました。5限で体育をやってソフトボールをやったというふうに聞いてますが、成績は。はい、3打数3安打です。ヒットの内容を教えてください。2ベースと、ヒットと、3ベースです。ドラフト1巡目でホームランが重なって、これでサイクルという形ですね。はい、高校としては松井秀喜さん以来の高校を高卒1巡目ということになりますが、27年ぶりです。このことについてはいかがでしょうか。松井さんは、自分の、先輩でもあり、本当に憧れの存在なので、そういう選手になれるように、これから頑張っていきたいなと思います。最後に伺います。プロの世界に入ってどんな投手になりたいですか。一番は、勝てる投手っていう部分を目指してやっていきたいと思っているので、チームのエースになれるような、投手に成長したいなと思います。